はい、皆さん、こんにちは。UEB 暴録本舗です。今回は、ミクサモから持ってきたアニメーションでも、フットアイ系をうまく機能させる方法を解説します。ミクサモから持ってきたアニメーションを使うと、こういう感じで足がこうなっている場合がありませんかね。こうなってない場合でも、もしかしたら足が変になっている。まあ、そういう場合が多いかと思います。 ま、なんでこうなるのかっていうと、アニュアルエンジン5、UE5 では、サードパーソンテンプレートでは、もともとコントロールリグが入っていると思いますが、このコントロールリグが邪魔しています。そこで今回は、コントロールリグを書き換えることによって、エクサモでもちゃんとコントロールリグ、不体系が機能するようにしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。当チャンネルはご覧の方々にご支援していただいております。 この場を借りてお礼を申し上げます。そもそもなんでうまくいかないかというと、コントロールリグによるフット IK は、この IK フット L とか IK フット R っていう棒音を使ってるんですけれど、クサもとかから持ってきた棒音に関しては、この IK フット L とか R が存在しないので、フット IK がうまくいかないというわけですね。なので、 まあ今回やるのは、この IKF と L とか R に変わるボーンを作っていく。まあ、それだけになります。はい、それでは使用しているコントロールリグに飛んでください。どこかわからない方は、アニメーションを開いてもらって、このコントロールリグをダブルクリックしたら、そこに行きます。そしたらですね、左側に、このリグヒエラルヒーがあると思うんで、そこに行ってもらって、何もないところで、右クリックして、ニューを押します。で、ニューボーンを選択してください。で、名前は、VB のフット、 L にしますで、もう一回ですね、new を押して、n e w b を押します。で、今度は右ですね、vb のフットの r にします。で、できたら、このフォワードソルブの最初のここのピンを外して、フット l とフット r をセットですね、出します。で、それぞれつなぎ合わせてください。そしたらですね、 ここのサーチのところで、foot で検索すると、この辺を押すと footl と footr があると思うんで、それぞれ get で出します。getbone ですね。footr も getbone で出して、ここのトランスフォームとこれを接続します。そしたらですね、今度、ここの上のところに foottrace があると思うんで、ここのネームのところをさっき作った VB で検索すると VB フット L があると思うんで一つはフット L でこっちの隣の方は VB のフット R にしますそしてずっと下の方に行ってここですね Modify Transform ここも同じく VB のフットの L と隣はフットの R ですねにしますで最後ここですね ここも同じく VB のフット L とフット R にします。これで終わりですね。プレイさせて確認してみましょう。こういうふうに走れたかと思います。こうなってたら OK ですね。少し解説挟みますと、この VB フット L とか VB フット R、これが元々の IK フット L とか R の代わりになるものですね。この新しく作った VB フット L とか R の 1位置ですね。1をフット L とかフット R の位置にここで最初にしているんですね。あとはもう一緒ですね。まあこの辺に関しては別動画で解説しているので、まあ、その、その解説動画を見てもらったらいいかと思います。あとは代わりに VB フット L を、もしくは VB フット R を用いただけになります。はい。というわけで今回はミキサモンでもフット IK を用いる方法を解説いたしました。ご視聴ありがとうございました。